どうも、南光一です。このチャンネルでサッカーの解説をお送りしています。さてですね、いよいよ、2023シーズンの J2 リーグも、最終節を終えまして、今日が、今年の、ロアッソのゲームとしては最後の解説ということになります。ロアッソ熊を伝え、根の山口、11月12日に江川健康スタジアムで行われました。試合の結果はですね、皆さんご存知の通り3対1ということで、見事にですね、ロアッソ熊本が最終戦を勝利で飾りました。おめでとうございます。そしてね、このシーズン本当にお疲れ様でした。またですね、この試合はですね、6年間スタジアム DJ として活躍してこられた菅氏さんのですね、最後の試合ともなりましたね。菅氏さんのゴールというね、雄たけびを3回聞くことができてね、とても良かったなというふうに思っています。ではですね、早速この試合を振り返っていきたいと思います。ロアッソ熊本の先発メンバーですけども、これは私がプレビューで予想したメンバーを入れてますけども、少し違ってました。ゴールキーパー田代、ディフェンス右から黒木、江崎、大西、アンカー上村で、ここまで一緒ですけども、右がやっぱり大本ではなくて、ちょっとコンディションが整わなかったですかね、阿部選手が先発です。左竹本、トップ下平川、右島村、左松岡、真ん中伊藤と、この辺りは予想通りの先発ということになりました。対するですね、レノは山口ですけど、3-4-2-1という予想通りの布陣です。そしてですね、メンバーも前節とほとんど変わらずということで、ワントップは皆川ではなくて梅木選手が先発をしていましたね。試合はですね、お互い立ち上がりからですね、とても積極的なですね、攻撃の連続でした。先手を取ったのはですね、山口ですね。前半6分、ちょっとですね、この真ん中のところにスペースができてしまいまして、ここに五十嵐選手が飛び込んできてシュート、これが見事に先制点ということで、山口が1点取ったんですけども、すかさずですね、その後わずか2分後、前半8分ですね、まず左サイドにですね、松岡がいいタイミングで飛び出しまして、ここからですね、うまく攻撃仕掛けてコーナーキックを奪います。そしてこちらからのコーナーキックでしたね、これデザインされたコーナーキックね、高橋豊コーチのアイデアだと思うんですけどね、平川が蹴るんですけども、これグランダーで入れます。そこにね、竹本が飛び込んできて、いわゆる潰れるってですね、これスルーをして、その後ろから来た上村が見事にシュートを決めました。これで1対1の同点ですね。これ素晴らしいゴールですね。これで一気にロアッソの勢いつきまして、続く17分には今度は島村がね、うまくドリブルで持ち込んでスルーパスを出します。これに抜け出したのが伊藤選手、冷静にね、左足でゴールに流し込みまして、2対1と逆転です。この後ですね、山口も攻撃的に来まして、かなりね、ロアッソのピンチが続いたんですけどもね、田代中心にしっかり体を張って守りまして、前半は2対1とロアッソがリードして終了します。そして後半もね、立ち上がりから山口攻撃的に来ました。山口もね、熊本と同じようにしっかりね、ラインを高くして設定して、ボールをつないで攻めてくるチームでしたので、熊本としてはね、非常にこう、なんて言いますかね、五分五分、がっぷり四つに組みやすかったというかな、そういう展開でしたね。そして、後半、伊藤に代わって大崎ですね、が入りまして、大崎が下処理ですね。伊藤に代わって大崎が入りまして、松岡に代わって東山が入ったという、35分にメンバーチェンジして、その3分後でしたね、東山選手の見事なシュートが決まりまして、これでダメ押しの3点目ということで、このまま後半をロアッソの1ゴール、3対1ということで、見事にロアッソ熊本が勝利を収めました。まあね、今シーズンのロアッソのいいところがね、すべく出てた試合でしたね。相手の縦パス、しっかり遮断できましたね。相手がボール持つ時間が長かったんですけども、周りをぐるぐる回すような展開でね、このトップやトップ下にくさびのパスを入れさせるシーンがほとんどなかった。上村、平川、竹本、阿部、こういったところがしっかりパスコース切れてました。合格です。主導権握れてましたね。こっという時によくチャンスを作ってました。そしてシュートの意識、これは最後の東山の、ね、シュートにも現れていたということで、今シーズンの、集大成にふさわしい素晴らしいパーフェクトゲームを、やってくれて、17,26人の観衆が、集まったんですけどね、みんな笑顔で帰ることができたという最高のゲームでした。そして菅氏さん、本当に、6年間お疲れ様でした。私がラジオの、解説を始めたのもちょうど6年ぐらい前でね、菅さんと共にスタジアムでね、一緒にいろんなことをやってきました。先日はね、私がやったパブリックビューイングも来てくれました。本当にね、みんなを笑顔にする素晴らしい働きをしてくれたと思います。
これからね、スタジアム DJ じゃなくなってもですね、ロアッソを一緒に応援する機会たくさんあると思いますので、共にロアッソを応援していきましょう。本当、菅さん、ありがとうございました。ではね、しばらくロアッソの試合はこうやってお伝えすることできませんが、また高校サッカーほか、いろんなサッカーの解説していきます。またお会いしましょう。またね。